お弁当あるけど食べる？海辺の小さな弁当屋で働く千尋さんは元風俗嬢。エロジジイは早死にするようにお醤油2つつけとくんだな。剥がせよブス。大人なめんな。店の人に謝れ。注文いいですか？何も聞かないんですか？目を見ればわかるよ。なんつってしたくなっちゃった。心の中。店長？おい、千尋じゃん。お久しぶりだな。誰かに恋したりしないの？気づいたんだよね、人の心を独り占めすることなんてできないってことに。私だってされたくないもん。僕たちはみんな人間っていう箱に入った宇宙人なんだって。やってきた星はバラバラなんだから、分かり合えないのが当然なんだよ。今無理、水の底にいるから。じゃあまあしばらく沈んどけ。人の体は浮くようにできてっから。千尋さん。千尋さん。うっさいよ。世界のどこかにありますよ、同じ星の人。今のあなたがとっても好きよ。きっと彼女に会いたくなる。千尋さん。